2024年クリスマスコフレ、こちらのスックでございます。暖色系のね、暖かいカラー、やっぱり今季はゴールドがどっかに入っている、これがポイントでございますよ。お顔の中にもですね、シルバーとゴールドをコーディネートミックスするっていうのも今年のトレンドになっております。これ毛穴がなくなってくれるチークで有名ですけれども、ちょっと赤みとね、少し血色のオレンジっぽい感じの雰囲気のカラーが2色出ておりますけれども、両方ともいいです。これスパークルアイライナー、大人が使っても浮かないラメライナー、まつ毛の基盤のところにスッと1本瞬きするたびにキラキラ見えるんですよ。ピンクベージュでスカー的な感じのカラーですけれども、グリーンパール入ってるんですよ。唇の赤みが強いという方、このカラーがそのまま綺麗に乗ってくれるトリックが含まれているリップスティックになります。ランコムでございます。今回ベースメイクキットにですね、上半期のベスコスで選ばせていただきましたタンイドールウルトラウェアリキッド、そしてこの UV がセットになっているものがですね、登場しました。この3品がついてくるんですよ。クラリフィックデュアルエッセンスローション、ジェネフィックアルティメセラム、こちらのリップスティック、びっくりするほど洗練された肌になります。これが毎年恒例で、まあおったまげ価格で安くご購入いただけるんです。使いやすいアイシャドウパレット、ピンクベージュトーンのカラーと、やっぱりゴールドが入ってます。柔らかい発色のタイプになりますので、デイリー使いができるというパレットになっております。大ファンの方多いんじゃないでしょうか。クラリフィックデュアルエッセンスローションで透明感抜群に引き出されますので、ランコムファンの方はおそらくこちらが殺到されるんじゃないでしょうか。ポール&ジョーでございます。今回のアドベントカレンダーですね、色鮮やかにモイスチャーラジングプライマーでございます。全品こちらのサイズが入っておりますよ。潤い効果がとにかく抜群に高い下地になりますので、みずみずしさを引き出してくれる素晴らしい下地になっております。この子がいたらですね、もう寂しくないんですよ。ネイルクッションになります。猫をめでながらネイルをシャッシャッシャッ、猫ちゃんの日傘でございます。見て超キュート。もう一個こちら、メイクアップコレクションがパッカーン、パッカーン、プライマーが入っておりまして、こちらもね、とってもおすすめでございます。私の大好きなサンローラン、開いた瞬間からやっぱり華やかなイメージ、ラブシャインのリップスティックでございます。ピュアショット、使ったことがない人は絶対使って、大ファンでしたので何本もリピートしてる商品になります。これが入ってるだけで私このアドベントカレンダーの価値があるなと感じております。リブレが入っております。ふわーっと香った時にみんなをですね、ゴージャスな気分に変えてくれる華やかな香りです。捨てるのもったいない。とりあえず来年のクリスマスまでこれ部屋に飾っといてちょうだい。